おはようございます。明日から九州の方にちょっとしばらく行ってきますが、結婚式に行くんですよね。で、もうまた例のごとくこれだけで行きたいんで、今回はかなり荷物を限定して持っていこうかなというところで、一回いつものセットを全部出してしまって、本当に必要最小限で、本当靴とかスーツ全部持って行って、このバックパックで収めたいんで、ちょっと荷造りをして、もう夕方にはちょっと帰宅ラッシュに巻き込まれそうなんで、早めにちょっと東京に移動したいと思います。なんとか収まりました。まあ本当に最悪はもうスーツと、あと仕事道具さえあれば、まああと革靴とかがあればなんとかなるので、多分大丈夫なはず。さっき確認しました。スーツの上着と、あと下と、それから中に着るシャツと、でインナーとネクタイ、あとネクタイピンも入れましたね。ネクタイピンも入れた、で革靴も入れた、で PC とかも入れたんで、これでとりあえずは大丈夫なはずと信じたいと思います。もうなんとかなると思います。とりあえず帰宅ラッシュの渋谷を抜けて神村食堂まで来ました。お疲れ様です。これは ZV-1 ですよ。あ、そっか、なんかもうそのカメラが懐かしく感じちゃうね、今日は。あのカメラを持ってきてない。はい。プロ3は。あ、それはさっき発送されました。下取りなんで。あ、まだ手にしてないわけ。あ、そうです、そうです。手にしてないです。あ、そうなの。さっきだから、昨日を下取りするためにカメラを集荷サービスを使って発送して、ああああ、でもすぐ今日査定終わりましたんです。さっき連絡が来て。あ、そう、はい、多分今日着いてすぐ査定してもらったみたいで、でそのままここに来るときに、それこそ渋谷駅着いたぐらいのタイミングで、なんか買取価格確定しましたって言って、でこれで OK であればもうそのまま。ちなみにいくらだったんですか。GoPro と GoPro9と10と、はあ、あとは、7-4 と、サイズの1635ですね。レンズ。はい、はい、レンズですね。で、合計で結局、多分284,000円とか、なんじゃないですかね。確か、ノクトンのレンズ新品と、X-Pro3 の備品ネット限定中古が、合計で30とかだったんで、差し引きで僕が払ったのは結局16,000円とかなんですよ。まあまあまあ。あ、まあ、結構良かったんじゃないかなと思いますけど。アイコンありますよ。別にだから、なんちゅうのこれ、買って、あそこ行って、ただ、ケースはめて。あ、でも、あ、軽い。ただそうなるよね。軽いよね。いや、木並みっていうのは、ちょっと大げさだけど、わかる。わかる、わかる。わかる。軽い。分かったらそれだけ。本当に軽いわ。まあ、やっぱみんな意外とタイプ C が良かったりするんですか。タイプ C？ はい。あ、だからはっきりとした違いが分かりやすいものがあったから。ああね、まあ、言って歴代の iPhone の違いなんて、まあ、バックスペースの人はみんな分かるかもしれないけど、よく分かんないじゃないですか。ねえね、はい、まだ iPhone8 使ってる人だっているので、珍しい。レア。大丈夫。おい。動物をめでるバルさん、レア。こっちはこっちめでてもいいけど、こっちはめでたくない。めでたい野郎だけどめでたくない。あ、初めてなんですか、僕。初めて。あ、そうなんだ。このお店ですか。ええ、あ、ずっと来たかったんですけど、今日ちょうどたまたま仕事が早く終わって、俺飯田橋で勤めてるんですけど、ね、ええ。普段下から1本なんで。ああ、そうですね、普段下からね。なるほど。はい、飯いただきます。召し上がれ。はい、これです。おざす。めっちゃうまい。おざす。おざす。さっき打ち合わせ通り。打ち合わせ通り。まずくてもうまいって言っとけって。まずくてもうまいって言って。めっちゃうまいじゃないですか。ありがとうございます。ごちそうさまでした。今日もありがとうございます。はい、今日どうするのこの後。
あ、どうしよう、結局決めてない。まあ羽田の方をちょっと覗いてみるか、発展場の方を覗いてみるか、まあもしかもバルトナインで、あ、でもちょっと映画見たい気持ちちょっとあるんですよね。いいですね。あ、でも動画の編集しなきゃいけないんだ。そっか。どうしよう。したら羽田の方がいいかもね。羽田行ってみますかね。試しに、ちょっと面白そうだし、うん、とりあえず気をつけて、はい、行ってきます。寝坊しないように。結局いろいろ考えた結果、羽田エアポートガーデンのなんか24時間営業のお風呂にちょっといて時間を潰すことにしました。おはようございます。今ですね、多分朝の3時半とかになると思います。結局あの後ですね、あのなんだっけ、晴天空だったっけっていう方、国際ターミナル、第3ターミナルの、まあ、こう隣接している大きなホテルの最上階にある温泉施設ですねに、泊まりました。あの快適すぎて大爆睡してますね。あ、まずお風呂が広かったのと、まあ、お風呂がだから結局天然温泉があったりとかサウナがあったりとか、まあなんかこう充実していて、まあ、これもあのそのお風呂の施設内で着ている服なんですけど、まあ、ゆっくりできますね。で、あの今からちょっとお食事どころで朝ごはんうどん食べていこうかなと思うんですけど、まあ、さっきまで本当にお休みどころが、まあ、リクライニングチェア、そこでもう大爆睡してました。今11時50分、まだ福岡空港にいます、このあと1時の新幹線に乗ってちょっと熊本に移動するんですが、その前に福岡空港でちょっとあのまた技術の手帳の9月中に投稿するというふうに言っていたネタを一つ書いて送りました。でちょっと今から、博多駅の方に移動して、まあ、いろいろ準備進めていきたいと思います。Yeah, start to clap. And I start to clap. So I'm feeling good.